ご機嫌いかがだろうか。一等席の方、ここに乗るためには巣の基準で2ヶ月分の月収が必要だとか。裏路地の人は安く手に入ったところで1年はぶっ通して働かないとダメだろうな。俺はワープ列車のことが昔から本当に気になってたんだ。たったの10秒で到着するのにどうして上等な客室が必要かって。それでも金っていいものだな。こんなぐっすり眠っていられるだなんて。後ろの車両じゃ気が狂いそうな時間を耐え抜くため自分の体を引き裂きえぐり出して苦痛で耐えようとしてる人も、互いに肉を寄せ合って耐え抜こうとしてる人もいるのに、俺も本当に気になってたんだ。得意点が一体どういう技術なら停留場さえあれば10秒で到着することができるのか。ここでざっと2000年くらい時間が腐りきってく様子を見て大体わかったよ。俺はどうしてまともかって。まあそれは団員のおかげだろうな。あの意地汚いエレナのやつと俺にとっては実質1週間くらい経ったか。プルート曰く意識を必要な時だけ乖離して保存するだとかなんとか言ってたな。魔法だのなんだの言われたって信じないとな。どうこう言ったところで今は仲間だから。何はともあれここにいる奴らは本当にかわいそうだ。到着すれば苦痛の中であがいてた何千年もの時間は記憶から消え、現状保存手順を経て何事もなかったように日常に戻っていくんだろう。いやー、さすがワープ列車だ。高くてもこんな早く着くだなんて。世の中ほんと便利になったな。どこにでも一瞬で行けるじゃないか、なんてことを言ってここで経た時刻絵図をすっかり忘れて再び都市の日常に溶け込むんだろう。友達や家族の間にも長い時間が流れ、朦朧としてお互いを必死に殺そうとした。本人の自我なんてすでに遠い昔に埋もれたのに、それを全て忘れさせてくれるだなんて。得意点というものはどれも本当にムカつくし同じだな。しかもお前らみたいに金があるやつはそれすらも怖かったみたいだな。何千年もの間こんな安全な場所で安らかに眠っているだなんて、どういったいきさつかはわからないが、きっと虫の知らせでも受け取ったんだろう。できれば一等席に乗れって。あるいはワープ列車の真実を知ってる奴がいるのか。それはそれで皮肉だな。こんな状況になるって知った上で乗ったってことじゃないか。ああ、この列車が故障したって考えているバカどもがいるみたいだな。壊れていない。正常に作動している。ここまで来れば大体わかるだろう。全くの別の時空間軸で数千年さまよって現実に戻ってくるから。じゃじゃーん。10秒後だ。長い時を漂流する代わりに現実ではきっかり10秒。忙しい時はこれ以上にいい手段もないだろうな。自分が本当に住んでいるのはどこなんだろうか。30年余り生きてきた世界と数千年閉じ込められて生きた世界、記憶を失って昔に戻ればそれは祝福だろうか、呪いだろうか。知ったことか。それよりも俺が一番気になってるのはこれだ。厚かましくも置いてあるこの T 社のマークがこれ見よがしに埋め込まれた箱。どうしてこれが埋め込まれるのかって思ったんだ。少し頭を働かせれば大体想像がつくな。どこに向かってブツブツ独り言を言ってるの。悪い口癖だ。もちろんこの向こうで俺たちを見ている覗き見趣味の方々にだ。ああ、そうだ。そういう計画だっけ。一週間もこんな場所にぶち込まれたせいか、うっかりしちゃった。それにしても名演技だったな。俳優志望だったのか。そうかもね。とにかく、さっさと仕上げて。情のない奴だな。ブルートが被せてくれたこの姿も、残り時間がもうわずかだ。じゃあそろそろ始めてみようか、成金ども。
あの後ろのまだ庶民寄りの奴らに悪い感情は持っていないけど、お前たちを見ていると反発心が湧き上がってくるんだよ。金をもっと払ってどうにか虫けらみたいに必死で楽に生きようとしてること自体気に食わないし、耐えられないんだ。人生は本当に奇妙だ。必死で集めた金で安全に旅するため、いい席に座って時間をさまよう苦痛を受けずに済んだのに、その代わりに新しい苦痛を受けるだなんて、俺たちみたいな奴らの手にかかって死ぬんだ。いい席に座ったって理由だけで。そうそう、ひどく貧しいのに運よく景品みたいなのでいい席に座った奴もいるだろうな。だから選択っていうものは奇妙で巧妙なんだよな。俺は人生に選択肢なんて最初からなかったって思うんだ。誰かが意地の悪い密かないたずらをしてるんだ。見えない糸で終わらない人形遊びをしているんだろうな。じゃあ始めてみようか、軽い人形遊びを。あいつが例の人形師か。まるで私たちを見て喋ってるようだったわ。あいつも青い残響の連中なら何か知ってるかもな。青い残響も図書館に焦点を合わせたのかしら。そうかもな。目的はわからないけど、まともな理由じゃないだろう。目的なんて私たちが持ってる本でしょ。どんな本が欲しいのかは気になるな。それより一等席に乗った人が全員めちゃくちゃになったことを知れば、ワープ社の立場は本当に危ういことになるでしょうね。そうだろうな。W 社までこの件に巻き込まれそうだ。これも青い残響の思惑通りなのか。もしそうなら興味深いわね。まだ会ったことないからそんなこと言えるんだよ。直接会えばあの怒り具合にはうんざりすると思うよ。喋れないゲストだなんて。でも招待状で図書館に入場したってことは、あなたたちにも意思があるということよね。たとえ操り糸に引っ張られて動く人形だとしても。なんて言ってるのか全くわからないわね。あなたの人形師のお望み通り、本を得たいならあそこに入りなさい。あの人形、精神は確かにあるんだよな。そうみたいね。本も取り出せたし、自分の意志は正常なのに操り糸に体を動かされているように見えたわ。彼らは完全な感覚と感情を有しながら操られた自分の体を見ているしかなかったの。ということは？ええ、人形師もねじれよ。人形はその副産物で、自分の回顧体を作り出す幻想体もたくさん見てきたし、納得いくわね。アホみたいに金を稼いで人形扱いされるとかな。私は人形の気持ちがよくわかるわ。私も同じだったから。あの人形にも自由を与えられるのか。人形師を殺せば糸は解かれるでしょうけど、残るは継ぎはぎだらけの人形だけでしょうね。その姿で生きたいかは私にもわからないけど。そうか、やっぱり簡単に元に戻せるわけないよな。までお楽しみいただけましたでしょうか。辛い人生の終わりを思いっきり笑っていただけたのなら幸せに眠れるでしょうね。もしかしてご存知ですか？ショーを毎回ご愛聴なさっている皆様に直接公演会場にお越しいただけるチャンスが。共にこの公演に立てるならとても嬉しいでしょうね。そうですよね。我々は明日もこの時間に笑いをお届けしに参ります。皆様、頭に釘を刺して花開く夜をお過ごしくださいませ。はあ、まだ気にしてるの？課長さんが言ったこと当たり前だろ。もうこんな管理職なんかほんとうんざりだよ。どうしようもないよ。失敗したのは僕らの方だし。でもよく考えてみろ。あの数多くの画面の中でたった一つ、ほんと隅っこにあった監視カメラの画面、
その中でも一番端っこの暗闇の隅で起きたことだって。俺たちがそれを全部この両目で追いかけるのは無理だろう。だからこんな場所まで散歩しようって言ったの。まあ頭の中を整理するついでに。それに俺たちの部署で喫煙者はお前しかいないだろ。そして道に迷ったって。痛いところつくな。話そらしても5年も友達やってれば全部わかるだろ。いい方向に考えようよ。歩いて行けば道に出るだろうし、あとこんな開けた場所に来るのも久しぶりだし。目の前に広がるのは木ばっかだけどな。誰のせいで道に迷ったと思ってるの。はい、すみませんでした。一体なんだよ、ちゃんと散歩道は歩いてたのに。今はまともな道ですらないし。夜だから暗いでしょ。道を見間違えて進んだのかもしれないよ。知るか、1時間後に定期点検の時間も終わるのに。帝国通り復帰できなくなったな。せいぜい切られるくらいでしょう。冗談でもそんなこと言うな。今お前はここで首が飛んでも金の心配はしなくていいかもしれないけど、俺は違うんだ。いや、さっき課長の野郎の剣幕見たよな。あの程度で怒ってるならもう解雇するための書類を用意してるかもな。俺の席なんかもうないかもしれないし。なんなら僕に言ってよ。君の夢が叶えられるよう手伝ってあげるって言ったでしょ。君はそんな画面を穴が開くほど見つめることよりもっと上手なことがあるよ、才能が。はいはい、涙が出そうなくらい嬉しいけど、金持ちのお人形遊びには付き合いたくないですね。あと夢を捨てたのはもうとっく。おい、なんだよ急に立ち止まって。危ないだろ。ノア、あそこのあれテントみたいだよね。あ、そうだな。山の中まで誰かがキャンプでもやりに来たのか。それなら人がいるかもしれないね。行ってみようよ。なんか不安だな。本当に行くのか。わかんないでしょ。親切に道を案内してくれるかもしれないし。うわー、すっごく広いね。ちょっとボロいけど遠くで見た時よりずっとすごいや。本で見たことあるんだけど、なんだっけ。そうか。あら、お客様でしょうか。ショーはたった先ほど終わったばかりなのですけどね。うわあ、あんた、なんだよ。ああ、ここのオーナーでしたらごめんなさい。道を尋ねられる人がいないかと思って来たんです。これはこれは困ったことになりましたね。そんなことは気にしないでください。ここは生臭い都市の人に笑いをお届けする8時のサーカスでございます。ご挨拶は飛ばしましょう。私の名前はそこまで大事ではないですよね。名前を明かして自己紹介をする古臭い時代はとっくの昔に過ぎ去りましたからね。お互いの手首の匂いでも嗅いでみましょうか。お断りします。エマ、どうもここ変だよ、早く出よう。あれ、まあ、私がそんなに怖かったんですかね。ご心配なさらずとも。こう見えてもみんなの舌にレモンをこすりつけたがっているただの道化師ですから。そしてあの方は興味があるみたいですね。ああ、見てよノア、暗いけど不思議なものでいっぱいだよ。巨大なボールにいろんな楽器、ライオンとゾウもいるね。あとそれに。本当だ、サーカスを見るのは初めてだよ。こんなサーカスはとうの昔に消えたって本で読んだのに。もっと気になってきませんか。お望みなら特別に現場で学習できるチャンスを与えましょう。ちょうど私もひどく寂しかったんですよ。最後までわけのわかんないこと言いやがって。ノア、日が暮れて道も見えなくなって。はあ、もういいよ。俺はどうせクビになるんだし、あとはお前が責任取れよ。言うね。
素晴らしい友情ですね。ではゆっくりお入りください。ああ、足元にご注意を。腹を空かせた鼻がガブッと噛むかもしれないので。鼻が何を噛むんだ。この子はライオンさんです。ここで一番の力自慢なんですよ。見た目は冷たくて鋭く見えますけど、中身はまるで毛皮をかぶせたかのように温かくて柔らかいライオンですよ。実際ライオンさんのお腹の中を利用した評価は結構点数が高いんですよ。はあ、このライオンは牙がすごく丸っこくて鈍いな。何言ってるんだノア。どう見ても刺さったら血が流れるくらいには鋭い牙なのに。もしかして結構疲れてるの？暗くて空目したのかもしれないし、別に入りたいとは思わないけど。ゾウさん、団員の中で一番大きな音を出せるんです。ほんと開けてもくれても歌を歌うのが好きなせいで口に飴を加えさせとくしかなかったんですよ。騒音問題で通報されたくはないですからね。こんな偏僻なところに通報する人なんて、バカなこと。アリさんが聞いたら寂しがりますよ。この下には巨大なアリの巣があるんです。それ以外にも人魚さん、六角とんがり帽子さん、刃さんなどなど多くの団員がいるんですよ。特に人魚さんは海を怖がって我々の団員になったんです。地面にいることを本当に幸いだと思ってるんですよね。普通の人魚は海や水の中にいるって聞いたんだけど。はあ、その頭はお飾りなんですか？常識中の常識でしょうに。海にいれば魚の餌になりやすいってことご存じないんですか？だから人魚は魚。たわけ！本来魚は魚を食べて生きるんですよ。こんなに興奮なんてしてらしくないですね。どこまで話しましたっけ？レモンの道化師さん、こんなかっこいい団員さんは初めてですよ。何かが特別なんです。僕の心の中に何か残る感じがします。まさかこのイカれた場所が気に入ってるってふざけたことでも言うつもりか？そんな寂しいこと言わないでよノア。こんな幻想的な場所だよ。そしてこのご時世で世界に笑いを届けられるって言ってたよね。サーカス僕も見てみたいな。別にこんなイカれた場所、残るなら一人で残ってろ。こんな機会めったにないのに。我々と共に行くお考えはないのでしょうか？はい、いやそのただショーが見たいだけです。それは本当に残念ですね。みんな私の言動を理解してくれず一人二人離れていったんです。そんな私のそばにいてくれたのは私の秘密の友達だけでした。貝殻の中のチェリービーンズを取り出して食べる人魚、背が高すぎて空の雲を飲んで暮らすハムスター。そんな、人々に笑いを届けるため毎日必死で努力してた私に、お前の心意気をけなげに思う、願いを叶えてやると太陽さんが囁いてくれたんです。まさに私の秘密の友達とはしゃいで遊べるようにしてあげるという頭が弾けそうな願いでした。そして私は今のサーカスの団員たちと楽しくショーをやりながら夢の叶った楽しい毎日を送っているんです。幸せ、夢。そんな我々に心惹かれるのは当たり前ですよ。理解できないわけではありません。本当にサーカスを一緒にやれば幸せになれるのか？当然です。一瞬一秒がきっとヒリヒリする胡椒の味でいっぱいになるでしょう。どうせ今回のミスで自衛者からもクビになるだろうし、裏路地に逆戻りするのも嫌だし、なんとかクビにならずに済んでも
あの地獄みたいな場所に戻りたくはない。俺はただもっと高い場所で世界と空を眺めたかっただけなんだ。どうせ俺の夢なんか底辺にいる以上叶えられないってことは誰よりも分かってるんだ。精一杯あがいて登ってきた場所で飽きるほど画面を見つめてたらこうだ。ノア、僕が手伝えることなら。はあ？ほんと最後まで俺のことバカにするんだな。いつも金で解決するって言ったよな。金で全部解決するとでも思うのか。そもそもどうして楽な人生手放してまで俺のことを追いかけてこんなクソな部署に来たんだ。いや、なんでもない。そこのピエロ、俺を団員にしてくれ。ありゃりゃ、雰囲気が悪いみたいですね。そんな悪い涙の友達と一緒にいたら我々の団員にはなれませんよ。そうだ、私がひどい友達と別れの挨拶ができるようにお手伝いしますよ。目を開ければいつの間にか我々は友達になってるはずです。さあ、それじゃあ。お、ようやく目を覚まされましたね。いつまで経っても起きなかったので鼻の先にフライドチキンでも置いた方がいいかと心配しましたよ。世界が多すぎる。なんだ、頭がクラクラするくらい多いんだよ。心配しないでください、もうじき慣れますから。観察力が高く好奇心旺盛なあなたに、そして誰よりも様々な世界を高い場所から眺めたかったあなたに、床の割りから天井の雲まで焦点が合わせられるようにしました。入団プレゼントですよ。な、そんなバカなことが。エマはどこだよ。心配しないでノア、君がどこにいるのかはわからなくてもずっとそばにいたんだ。やっと物質でじゃなくて僕として君を手伝えるようになったんだ。そう、僕は君の言う通り温室で育ったから知ってることが少ないんだ。目に入れてもそのまま流れ出るだけ。僕が君を高めてあげる。君は高い場所でもっと多くのものを目に入れられるようになるんだ。プレゼントがお気に召したようでよかったです。ただお二方に一つお願いがあります。なんだ。実はこの前悪者が我々のサーカステントに攻めてきて私の友達をみんな食べてしまったんです。かわいそうなカバさんにクマさん。私は悲しみのあまり口元がソーセージ3つ分は下がっていたんです。そしてあの人たちのせいで私の大きくて立派な宮殿が崩れてしまったんですよ。それはひどいですね。誰がそんなことをしたんですか。彼らが誰かは重要ではありません。重要なのはその人たちが図書館という場所に向かったということです。私と団員たちのファンタスティックなサーカスはこれまで失敗したことはなかったのに、なぜかあの人たちの心は揺さぶれなかったのですよ。私は知りたいんです、どうして。ダメだ、どうしてあの方々は花開かなかったのかが気になります。彼らの本を読むことができればそんな人たちを潮でも寄せ集めるようにまとめて楽しませられる面白いサーカスが開けませんかね。不安だけど、その方法が書かれているならより一層盛大なサーカスを開けるだろうな。本当に入っても大丈夫かな。なんてこんな優しいんでしょうか。やはり私の目に狂いはなかったようですね。しくしく。
無事に帰ってきたらパーティーでも開きませんとね。雲を一かけらぷかぷか浮かべた海のカクテルと獅子のたてがみのピリ辛揚げはほんと絶品なんですよ。楽しみだな。エマ、行くか。君が望むなら。ふん、準備するものが増えましたね。とりあえずお二方のために歯が折れるほどのご馳走を用意しないといけませんね。サーカスを共にする団員の方も募集して、人魚さんの鱗を研ぐ練習に、あと、あら、誰ですか？急に入ってくる無礼な方は。ここはどこだ？確か僕は図書館の中で戦っていたのに。まさか新しい道化師さんですか？あるいは我々のショーが見たくて。いや、僕は。細かいことはいいんです。道化師さんのために小さな講演をするのくらい、赤子の手をひねりつつ朝飯前にお茶の子食べるようなものですから。ここは8時のサーカス。花の匂い袋をなくした都市の人々に最高の匂いを味わっていただく場所ですよ。は？8時のサーカス？オスカーがフィリップをどこに送ったかと思ったんだが、よりによってあんな場所に落ちたのか。あのイカれた道化師がまた何をやらかすのか気になるな。もうちょっと見せてくれたっていいのに、いいところで切れちゃったか。今回やってくるゲストじゃないから大事じゃないでしょ。招待状は必要な部分だけを見せてくれるから、あんまり文句は言わないで。一理あるな。それはそうとして、背の高いやつと目が4つあるやつとか、どっちも目を引くけど正常ではないな。助けがないと高みに立てない人、よくわからないわ。まあ金持ちのボンボンじゃないんだし、どうしようもないだろ。いくら才能があると言っても金で支えてやらなければ意味がないんだ。努力だけじゃ認められないって言いたいの？本当についてるごく少数を除けばそういう場合が多いな。じゃああなたの言う通りなら、お金をもらえれば幸せになれるってことじゃない。喜ぶどころかかえって怒っていたけど。それは人それぞれだな。最後まで残ったプライドかもしれないし、金目当てで友達になるって話も聞くし、寂しい気分になったりもするんだ。助けるためにお金をあげるってのは嬉しいことだけど、悔しさと同時にバカにされてるような気分になったりもするし。悔しいって何が？相手はこんな心よく渡してくれるお金なのに、自分はせいぜいその程度のお金で全てを諦めたということ。その上その人生に自分の友達まで巻き込んでしまったら苦しいだろ。相手は助ける方法があまり分かってなかったんじゃないのかしら。何がどうあれ、聞き手がそう受け取ったらそうなるんだ。そうなのね。それにしてもあいつらはあんなざまになっても叶えたいくらい切実な願いだったみたいだな。世界は広くて変な奴は多いな。逃げ場を探すのも理解できないわけじゃないけど、あの華やかな服の中に隠されてるひどい体を想像するだけで吐き気がするな。余計な好奇心はしまっておく方がいいわ。今は接待に集中しなさい。僕、まともに歩けてるの？図書館に着くにはまだ遠いのかな？いや、目の前だよ。念のためにゆっくり歩いて。怪物がうじゃうじゃいるって聞いたけど、思ってたより静かで小ざっぱりしてるな。僕たちのサーカスほどじゃないけど、きっと大きくてかっこいいところだと思うな。天井が感じられないんだ。歓迎いたします、ゲストのお方。私は図書館の館長兼司書、アンジェラと申します。お初にお目にかかります。僕の声聞こえてますか？そんな大声出さずともよく聞こえます。あの人お前のすぐ下にいるんだよ。あとすぐ横で聞かないといけない俺のことも少しは考えてくれよ。背が高くなれば
小さい人に僕の声がうまく届かないかと思って。アンジェラ、今回本を無事に得ることができたら僕たちの公園に招待しますよ。きっと本にはより多くの人が幸せになる方法が書かれているから、今は冷たい目線でこっちを睨んできてる君も笑わせることができるだろう。必ず幸せにしてあげますから待っていてください。はい、お言葉はありがたく賜ります。どうかあなたの本が見つかりますように。正直あの背が高いやつが入ってきた時、図書館の入り口が崩れるかと思ったよ。それにしてもこの人たちをあんな風に作り変えたやつ、やっぱり青い残響の一味と関係があるのか。そう判断するには早すぎるわ。今まで見た青い残響に関連したやつらとはここに人を送ってくる目的が違うように思われるわ。でも人間ではない他の何かがいるのは確実よ。もしかしたら彼らと似た存在かもしれないわね。どっちにしろまともじゃないのは同じだけどな。これでもない、これでもない。手伝おうか？一人でもできるから。パッと見ただけでも難しそうだな。全部読んだのか？大体は。量子物理学、細胞生物学。本の上に難しい言葉をたくさん書いておいたんだな。ここの本はタイトルだけじゃ正確に見分けられないから。しかも正常な本を得るのも難しいし。そういえば図書館に転がってる本には完璧に仕上がってる文章がほとんどなかったよな。読む人によって本の完成度が決まるのよ。最初から不完全な本もあるけど。読むと消える本と消えない本の違いもその完全性と関係あるのか？正確にはわからないけど、本は完全に読まれたのと読まれなかったのと2つに分けられているみたいね。完璧に読まれて本としての機能を終えた本は消えるというわけ。俺それに似たやつ知ってるんだけど、光は観測方法によって粒子でも波動でもあるっていうやつ。観測の有無によって形質を変えるみたいな感じか？私も知らないわ。ちゃんと分かってもないのにちょっと知ってるからって知ったような口を叩かないで。どうせこれも得意点みたいにデタラメな感じで作用するんでしょうね。ただそんな感じなのかって思うだけよ。すごい堂々と知らないって言うんだな。知らないものは知らないの。それでもここに来る本はちゃんと読んで管理してるわ。同じ本でも読むたびに内容が変わるから、一冊の本の内容を全て熟知するのは結構反復的な作業なのよ。それにいつまで経っても内容がわからないのはイライラするから。読むたびに内容変わるのか。だから同じ本が何冊も必要なのか。よくはわからないけど、あんたが言ってた光の特徴嫌じゃないわ。見つめてるだけで変われるというのはちょっとロマンチックだから。絵の具も私がそばにいてあげただけで意味があったのかしら。絵の具？昔ティファレトは二人だったの。あなたとマルクトが言ってた二番目の人生のことよ。私たち二人は二番目の人生でも一緒だったわ。おお、恋人だったのか。そんなべったりくっついてたとか。絵の具は最初も二番目も私のそばを離れていったの。二回も振られるだなんて残念だな。それでも元気出せよ。みんな別れた後も元気でやってたから。エノクは死んだの。そしてエノクはそんな軽々しい言葉で表現できるほどの存在じゃなかったわ。ああ、本当にごめん。俺が浅はかすぎた。大丈夫。それでも二番目の人生でエノクを送った時、エノクは意味を見出せるって信じたの。私たちの人生に意味があるって。誰もが簡単に死んでいくけど、きっと何の意味もなく死んだわけじゃないって信じていたわ。難しい話だな。その意味は見つけたのか？多分。そして私が与えられた意味は、光を完全にして正しく使えるようにすることよ。みんな前から光って言ってるけど、一体それは何なんだ？ロボトミーの得意点については聞いたわね。ああ、まあ大体は。
心を物理的に具現化させる技術って聞いたよ。ええ、物理的に発現した心がまた不定形の状態になって人間に侵食することもあるのよ。まあそうなるかもしれないな。ロボトミー社は都市の人たちの病んだ心を治療するために光を集めたわ。もちろん表向きではエネルギー会社という名目で。翼になるくらいのエネルギーはどう集めたんだ？人間から抽出したのか？特異点の副作用で幻想体という怪物が生じたのよ。幻想体という存在を管理すると同時に幻想体はエネルギーを吹き出したの。エンケファリンがまさにそれよ。はあ？エンケファリン電池は怪物から生まれたのか？くそ、エンケファリンライターで何回かタバコも吸ったのに。厳密に言うと人間よ。人間が幻想体になったから。人間の心から出てきた怪物ってことか。その怪物を管理する過程で職員たちが全員死んでいったのは火を見るよりも明らかだろうな。ええ、そうやってロボトミーではアンジェラが言ってた舞台が繰り広げられたの。都市らしいな。人間を治療するために人間を次々と殺していった会社。まあ大体の翼にある階段の決まり文句だ。私は他の翼についてはよくわからないけど、やっぱりそうなのね。そうだと思う。その繰り返しを断ち切りたかったの、私たちは。その繰り返しを断ち切らせてくれるのがまさに光ってものなんだな。強制的に人々を洗脳しようとした風にも見えるけど。そんな単純な話じゃないわ。それはまあ考え方次第だよ。私も大まかなことしか知らないわ。だから私も見たいの。本当にこんなことを繰り返しているのか。アンジェラと同じでこの世界について知ってることはほとんどないのよ。お任せくださいませ。これからティファレト城のために適当な本を持ってまいりますから。そんな言葉じゃなくて行動で示してよね。部長、こんなことありえるんですか？静まれ、そして刻め。金と名誉、そして力が全ての世界だ。いくら特色とはいえ、ここの所属ではないフィクサー1名が教会を相手にできるというのは深刻な問題です。それもこんな露骨に。だから教会に背を向けて支部長のセルマと青い残響まで殺して自由を勝ち取るつもり。方法すら見えてこないよ。しかも笑う顔たちにまで関係があるって。腐りきってる。部長、死の道理と主体性はどこに行ったんですか？覆したいのなら待て、そして力をつけろ。今の状態ではいかなることもできないから。部長の言う通り、今は何もできない。くそ、俺たちが今どんな状況に陥ってるか知ってながらずっと放っておいてるってことじゃないですか。部長はいつか市の教会長になるはずだから、その時が来ればこのただれた局面を打開できるでしょう。私たちニカは与えられた仕事を処理すれば済むことだ。部長、それでもニカは10日連続で都市悪夢級の事件を処理しました。奈落界組長の排除、忘却の仲介の回収、彼方のかけらの破壊、ハラミ工場の爆破、昨日は中鉄兄弟の隊長の排除まで。この依頼は全て10日以内にまともな休憩も取れないまま処理した案件です。本来なら1週間に1件担当するのが正常です。南部支部2課の大多数が死亡しました。それに俺たちを含めて生き残った人員は誰も仕事に取り組める状態ではありません。心も体も崩れ落ちる寸前じゃないですか。傘下と協力事務所も無理な依頼の暴走で全滅しました。何よりユジン部長の状態もあまり良くないじゃないですか。犠牲者を出さないため誰よりも前に出て激しい乱闘を繰り広げられましたから。壊れた場所は直して、開いた場所は縫えばそれでいい。部長のその傷は一晩で回復する程度のものではありません。それだけでなく、ニカには誰一人として一晩で回復できる人員がいません。経営者の得意点でなければ
お前たち本当に心配事が多いな。今度の図書館も今まで通り片付ければいいんだ。ユジン部長、今回の件を片付けられたとしてもまたとんでもない仕事を渡してくるはずです。バレンティンの言う通りです。ニカが全滅して部長が死ぬまで仕事は絶えずやってくるでしょう。私にも考えがある。結局問題の根源は青い残響だろうな。図書館に行くのは単に上層部からの命令というだけではない。今回の任務はブレーメンの音楽隊の本の回収、青い残響の陰謀を探り当てるために必要な本。どういうことですか？少し前、ブレーメンの音楽隊という組織の代表と思わしき者が青い残響と出会い会話をしたという目撃証言が入ってきた。ブレーメンの音楽隊の本に青い残響に関する話が書かれてるかもしれないということですか？少なくとも何を起こそうとしているかについては読めるだろう。じゃあ州司府事務所を歯車の教団に送ったのも。意味は分かりました。ただその方法を手に入れたからといって解決するわけではないじゃないですか。何か計画でもあるのでしょうか？今回の件を終わらせて私なりの措置を取るつもりだ。部長、信じてもいいんですよね？それはニカを守るために自らを犠牲にするような方法じゃないんですよね？部長の解決方法はいつもそうであったから。信じろ、私も自分の命の重さは分かっている。結局生き残らないと変えられない。まずまだ動ける奴らだけ集めろ。まともに力が出せない者は足手まといだ。分かりました。相変わらずバカ正直な性格してるな。あなた本当に大したことないフィクサーなの？ここまで来ればあなたの人脈が平凡なフィクサーのとは違うってことは私にだってわかるわ。まず質問に答えるなら救急フィクサーで合ってる。単に色々と事情があって土底辺に落ちぶれたんだ。ただのありふれたフィクサーだったんだよ。そう、じゃあランクは何だったの？なんと一流の一級フィクサーって言えば信じてくれるのか？正直信じがたいけど、あなたがそう言うならそうなんでしょうね。素直に信じてくれるとか意外だ。俺はただ情報収集する平凡なフィクサーだった。だから顔が広いだけだ。今こうやって戦えているのは君がくれた体と図書館の力のおかげだし。こんな仕事には信頼が大事だって言ったじゃない。知り合いが死んでも大丈夫なの？確かにあの状況は気の毒だな。だけどな、俺たちが見たのはあいつらの立場だけだ。あいつらも行きたいってあがいたり、何かを変えようと思って争った誰かを殺してないとでも思うのか？殺したでしょうね。そういうこと。あいつらにも殺された誰かも同じように気の毒な理由があったはずだ。まあそうじゃないかもしれないけど、とにかくみんなが幸せになれる道はない。観点の違いってだけだ。だからお互いを知ろうともせずに任された仕事をこなすだけなのね。みんなそれぞれ積もる話はあるだろうし、ただ誰かの話のせいで自分の話を諦められないってことだ。俺たちみたいにそれはそれでこれはこれだから。できる限りの応急処置は施しました。部長、今はこれだけに集中しろ。できることから片付ける。歓迎いたします、ゲストのお方。いや、私は C2 課部長の友人だ。みんな挨拶しろ。はい。でも挨拶されたら返事をするべきじゃないか？はい。私は C2 課直属フィクサー天馬です。 C2 課直属フィクサーバレンティンです。私は図書館の館長兼司書のアンジェラです。ここにあるという本を手に入れるため招待状を通じてきた。はい、どうかあなたの本が見つかりますように。印象的なゲストだったわね。きっといろいろと違うでしょうけど、
私の知り合いのフィクサーと似た印象だったわね。知り合いのフィクサーがいるのか。カーリーって知ってるかしら。カーリー、赤い霧って呼ばれてたと思うのだけど。当たり前だろ、特色の中でも一番異質なやつだったよ。どうやって知り合ったんだ。いいとこばっか持ってていつの間にか消えたのに。昔の職場の同僚だったとだけ言っとくわ。赤い霧は強かった。本当に文字通り強いとしか言いようがないくらいにな。しかも自分のためじゃなくて誰かのための依頼しか受けなかったからな。あんなに強ければああやってもいいのかって思ったくらいだ。言語の会担当、名前がゲブラーだ。タバコの匂い。熱悪はグイグイやってて、お前はスパスパやってるんだな。心置きなくタバコを吸える。この体の時に存分に吸っとかないと。お前はアンジェラを手伝ってるローランだな。ああ、さっき目覚めたばかりだろうによく知ってるな。眠った感じはしないんだよな。夢でも見てるような感じで。今までの図書館での出来事を見たからぐっすり寝れた感じでもないというか。状況は大体把握してるってことか。お前フィクサーだって。ああ、救急フィクサーだけど。嘘つけ、何のつもりだ。アンジェラは素直に騙されたんだろうけど、私は騙せないからな。何言ってるんだ。俺たち知り合いだっけ。私も最初の人生でそれなりにフィクサー家業をやっててな。ざっと見れば格付けがわかるんだ。お前は少なくともお粗末な救急フィクサーじゃない。事故でも起こして降格されたのか。外でいろいろと事情があってさ。救急フィクサーってのは嘘じゃないんだ。どういうつもりかは知らんが、私がいる以上下手なことはやらかさない方がいいと思うぞ。ああ、大層ご立派な心意気で、最初から変なことやるつもりもなかったんだが。大事故にあった身なんだし目をつけとかないとな。口先ばかりの大嘘つきかもしれないし、話はこれくらいにしておこうか。お前が私に本を渡してくれるんなら言語に関してまとめておくから。おい、そんな口叩いてるってことはさぞかしお偉かったんだろうな。何級だったんだよ。赤い霧。赤い霧だと。そんな嘘だろ。社会の会か。担当師匠はケセド。くん、これはコーヒーの匂いか。こんにちは、ローラン。とりあえずここに腰掛けてコーヒーでも飲んでて。お、こんにちは、ケセド。こんな優しく接してくれるだなんてありがたいな。師匠同士、頑張らないとダメだろう。どれ、久々にちょっと飲んでみるか。これコーヒーか。傷んだわけじゃないんだよな。そんなわけないよ。確かに質のいいケニア BB コーヒーのはずだけど、まだ図書館での物質具現化能力が完全じゃないのか。一回飲んでみろよ。じゃあちょっと失礼。うん、全然問題ない。かぐわしいコーヒーだけど。こんなに苦いのにこれがコーヒーだって。もともとちょっと酸味の強いコーヒーではあるんだけどね。はあ、本来コーヒーってのはそれなりに苦くて適当に砂糖入れて甘く飲むもんじゃないのか。もしかしてローランは裏路地出身かい。まあまあそんな感じだ。やっぱり昔カーリーにコーヒー入れてあげた時と同じ反応だ。カーリーって誰だよ。ゲブラーだよ、赤い霧。赤い霧が俺と同じ表情になったって思うと笑えるな。ああ、その時の顔は本当見てて面白かったよ。最初の人生の話だよな。
うん、俺たちが外郭の研究室で働いてた時、結構いい雰囲気だったみたいだな。よかったよ。しばらくはね、都市のどんな華やかな場所よりも外郭のあのみすぼらしい研究室が俺にとっては居心地が良かったんだ。そうしたら悲劇が急に襲いかかってきたってわけか。急というわけじゃなかったかな。じわじわと蝕まれていったんだ。理解できないわけじゃないよ。俺が経験したこともきっと急に襲いかかってきたわけじゃないみたいだからな。知らない間にもう蝕まれてたんだろうな。最初からしくじってたから。俺は最初から間違ってたなんて言ってないんだけどな。俺の場合がそうだったって話だ。とにかくコーヒーはうまいとは言えないけどありがとう。これからよろしく。うん、時間はまだあるしゆっくり話していこうか。あとカーリーもコーヒーをよく飲むようになったし、ローランもすぐ飲めるようになると思うよ。そうなれたらいいな。1291576234 8。08320921953683024193。こうなるって思ったよ。掃除屋の言葉は通訳がいなきゃ理解できないんだ。待ってて、あの者たちが話していることが言語の形態であるのなら十分に解析できるわ。はあ？あれくらいの文で言語単位での解析ができるって？私だからできるのよ。ここの夜はもう私たちの時間ではなくなりつつあります。知ってます。夜中に家族がまともに食事できる場所がだんだんと少なくなっているということを知っています。最近イルシャの巣で食事をしようとする家族は霧のせいでまともに前を見ることが難しいと言っていました。道に迷って出てこれない家族もいると聞きました。どうして母に話さないですか？母が知ればきっと人差し指と大きな戦いを覚悟すると思います。まだ家族の血を覚悟するほど状況が確かではありません。もし人差し指が本当に裏切ってその事実を後から母が知れば、多くの家族は飢えて少しずつ死ぬでしょう。食べ物が減れば母も家族を増やしにくいです。私たちみんなそれぞれの家と家族、そして子供たちがいます。何もしないわけではありません。もう少し慎重になろうということです。虫けらのようなシャニクサイが1週間前に私たちの兄弟の家に攻め入ってきて家族を平らげたことを知ってるじゃないですか。5日前には弟の家に狼の時間がやってきて家族2人が無残に殺されました。3日前には人差し指の代行者が隣人たちを八つ裂きにしたじゃないですか。2日前には人形師が私の子供たちを連れて行きました。しかも昨日は。知ってます。しかも全て夜の時間に起こったことを知ってます。昔とは違うということです。これ以上この巣の夜は私たちだけの時間ではないということを知っています。母もご存知でしょう。私たちの居場所がもっと必要だということも知ってます。それならどうして？ことが大きくなるほど私たちの家が小さくなっていくんです。人差し指と完全な争いに突入すると私たちの時間は少なくなります。今は私たちの力で解決しなければなりません。どう解決するのですか？図書館です。私たちは
図書館に行かなければなりません。親指と人差し指の部下たちの本が図書館にあることを私は知っています。招待状を受け取りましたか？そうです。人差し指が私たちの母と家族を見捨てたのか確認することができます。加えてエルシャで食事をする家族の悩みを解決することもできるでしょう。その事実を知っても遅くないということですね。おじさんの気持ちはわかります。隣人を呼ぶようにしましょう。一緒に図書館へと行きましょう。出発する前に子供たちには戸締まりをしっかりするよう伝えておきましょう。私たちの母、隣人、家族、子供は私たち親の手で守るようにしましょう。うわ、本当にソージャーが来るのか？ソージャーが夜じゃない時に目的を持ってどこかに行くって？あんなに流暢に話し合いながら？面白いわね。私はもう少し能天気かと思ってたわ。俺、通訳を雇って会話をしたことがあるんだけど、その時はあいつら単語でしか話せないかと思ったんだよ。でもあのくらいに完成された文が喋れるなんてな。ソージャー同士あんな活発に会話までしてるだなんて。高い金払って任せたってのに完全にぼったくりのクソ通訳だったってことが。それであのソージャーというのは全員家族なの？お互いの絆を深めるため適当に抽象的な単語で呼んでるんだろうな。あいつらも血がつながってるわけじゃないはずだ。組織の故障っていうのはそういうもんだよ。昔外郭と裏路地の子供を誘拐するって聞いたわ。ソージャーについてはあんまり深入りしない方がいいと思うな。裏路地だけじゃなく外郭までソージャーがうじゃうじゃいるから、君が言おうとしてる自由ともあんまり関係なさそうだし。隣人の皆さん、ここが図書館です。裏路地のゴミたちが最近やかましいくらい騒いでたあの図書館です。私たちも図書館に来れるとは思いませんでした。歓迎いたします、ゲストのお方。はじめまして。あなたは家族ですか？家族なわけがあると思うんですか？でも家族の言葉を使っています。家族同士なら話すことができます。最近はゲストの目線に合わせて話そうとしてるんですよ。感嘆しました。驚きました。隣人の皆さん見てください。図書館はどのような場所とも異なります。知ってます。今まで家族ではないものとまともに話したことがありませんでした。家族、家族、家族。気持ち悪いからやめてくれない？大事です。家族が気持ち悪くありません。ごめんなさい。私たちはただここにある本を手に入れに来たんです。そしてこの巣を囲んでいる霧もです。何かご存知ですか？本をご覧になればわかるでしょう。そうです。手に入れようとする本さえ得れば終わりです。満足するでしょう。いいわ、あなたの本が見つかりますように。もうくったくただよ。ソージャーがしぶといってことは常識なんだよな。どういう取引をしたらあそこまで必死になれるのかしら。狭まるソージャーの居場所の問題を解決するために取引をしようとしたのは分かったよ。もっと知れるかしら。それは俺もよく分かんないな。招待状の導くままに行けば分かるかも。それにしてもなんでそんなにソージャーに執着するんだ？何か匂うのよ。ソージャーの匂いはほんとやばいんだよな。
特にあのプンプンに酔う包帯でご飯3杯は。頭沸いてるの？冗談も言えないのか。まあ館長様がここまで強くおっしゃったことはないですし、気を使って悪いこともないか。列車が到着しました。10分後ターミナルでお会いしましょう。テキパキ動け。まだどんな惨状になってるかわからないから。この前みたいならいいな。全ての乗客が合唱したままその場に静かに座ってたし。先輩、そんなケースはごく一部って言ってましたよね。ええ、大抵の場合みんな内臓で電車ごっこしながらめちゃくちゃになってるんだよな。教育用の映像で見ただろうけど、覚悟はしておけよ、新入り。俺はもう一生ワープ列車は乗れないだろうな。記憶を全部消してくれるって言ってもですか？お前ならこんなざま見ても普通に乗れるかもな。おい、準備ができたから列車の整頓始めるよ。扉を開けろ。新入り、マニュアル通りやろうか。マニュアルにある通りな。今度のは結構典型的なやつだな。うお、マスクをつけてるのに匂いが鼻をブスブスさしてきますね。もしもし、あんた生きてはいるんだよな。うん。すべての肉を広げて表面積を最大にし、苦痛を感じようとする意志が見られる。このパターンは自殺者に該当しますね。え、お前ただもんじゃないな。映像で見たとしても現場に来たら大体の場合は吐いて気絶するんだけどな。23区出身だって言ってたろ。これよりひどいとは言えませんけど、この程度なら結構見ましたから。さあ、整理整頓要員のみんな、各自担当車両の遺伝子識別を済ませて乗客を元の位置に戻しといて。見ろよ、ぐちゃぐちゃになっても目がまだ動いてるぞ。俺はまだ慣れないな。いつまでこんな仕事をやってればいいんだ。生理要員を辞めたら退職金もらって記憶消去手続きでしたっけ。お前さんはそっくりそのまま信じてるのか。裏路地出身ならそういうの知ってるだろう。嘘だってことですか。どうせどこかに連れて行かれて人知れず殺されるんだろうな。あ、俺がこんなこと言ったのは秘密な。そうじゃなくても人事評価が微妙だから冗談だって分かってるよな。これ終わってから先輩が夕飯をおごってくれるなら考えてみますよ。ピリ辛のもつ鍋とかどうですか。もつ？ローズ、この後輩だんだん怖くなってるぞ。本当ですか。お仕事しましょう。仕事、遺伝子区別してそれぞれの席へ適当に座らせればいいんですよね。そうそう、座席の上にさえ乗せておけば現状回帰処理されるはずだから。セン、デスティ、手を止めろ。私たちは今から事務所に戻る。え、乗客が消えたんですか。おい、もっと小声で言えよ。誰かに聞かれたらどうするんだ。どうせセキュリティレベルは最高じゃないですか。ここただの乗客じゃなくて一等席に乗った乗客が消えたんだ。これは上層部でも頭抱えてそうだな。一等席の乗客が消えたのも危ないし、時間が消えたのも危ないな。割り当て量を満たせなかった。W 社は翼になってからずーっと無事故だったじゃないですか。何があったんだか。技術者がいろいろと分析してるんだが、まずこれを見ろ。おお、これが例の感情の変化によって大事な部分だけ記録してくれるってカメラ。教育映像で見たことあります。なんだよ、中盤あたりでお互いお体を合体させたのか。あの人医者じゃないですか。あんな精巧に体をくっつけるだなんて。
あの体を引き裂いて分離した生理要員たちがかわいそうだな。あの個体は非常に高い筋力を持っていて、要員のうち16人が整頓中に死亡したらしいな。愛の町、町まで作ったんですね。さっきの医者だっけ、精神的な支えだったっぽいな。その二人が消えたせいであんなに泣いて。どうやって消えたんですかね。これも見ろ、一等席の車両の映像だ。お前は一体誰なんだよ。私を誰だと思ってるんだこの野郎。私はな、勇者の役員なんだぞ。誰だ、誰の差し金だ。さあ存じ上げませんねきっと見えない糸がこんなことを引き起こしたんだろうな。生きたまま肉を縫って糸を通して。なんだよあいつら、花協会から何か連絡もらったか。あんな組織もいるのか。人形師って言われるやつみたいだ。裏路地でブイブイ言わせてるみたいだな。クラスは都市悪夢、高い人たちに手を出したんだし、都市の星になるのは時間の問題だろう。あとここ、隣にいるこいつは血染めの夜、昔に撃ち落とした都市の星のうちの一人だ。落ちた星がまた現れることなんてあるんですか。さあわかんねえな。よりによって俺らが担当した列車でどうしてこんなことが起こったんだよ。大事なのはこの部分、一等席の乗客、いや花協会が人形と指定したんだし人形と呼ぶか。とにかく人形たちがあの紙にサインしてるのが見えるだろ。そうですね、すごく綺麗な紙にサインしてますね。そのまま消えたな。なんだよあれこそ空間移動じゃないのか。これがその紙だ。あの先輩、もしかして。ローズ勘弁してくれよ。私たちもこの紙に署名して入る23区で泥まみれになってやっと巣に入社できたのに。上が言うならしょうがない、生理要員と一緒に図書館へ行く。もしこれ命令拒否すればどうなるんだ。代謝処理だ。本当に故障じゃなかったな。 W 社のやつ全部分かってたんだな。くそ、俺もワプレッシャーは 1,2 回乗ったんだけど。全く思い出せないの。全然、最近の技術ってすげえなって感心してたな。しかも平気な様子でマニュアルまで作って冗談交わしながら肉の塊を処理してるとか。ロボトミーも同じよ。それでもいざ他の翼の秩父を直接見ると雰囲気は違うわね。でもやっぱりそう変わらないわ。ただの仕事だから。そこで起こった苦痛は人事だから平然と仕事していられるのね。この内容が本に展開されたら大事だよ。世間に広まってみろ。 W 社は客足が途絶えるだろうな。だからその本をしつこく回収しようとするだろう。むしろ歓迎よ、もっと多くのことを知れるから。我が館長様は本当にいつも堂々としていらっしゃいますね。それが私のいいところよ。本当ですか。ああ、昔一回列車の中に王国ができたこともあったんだ。お互い王とか騎士とか貴族とか階級を分けていろんなことやってたよ。町なんて序の口だ。反逆と陰謀がはびこって王国が衰退して、忠誠心の高い騎士たちが国を救おうとしたな。うわ、そしてどうなったんですか。歓迎いたします、ゲストのお方。おしゃべりはそこまで。ここに人形が来たのか。 W 社一等席の乗客で作られた人形のことですね。どこまで知ってるんだ。もちろん知っていますよ。
何事もなかったようにその本を回収することもできます。あるいは他のゲストがワープ列車の秘密について記された本を手に入れることもあるでしょうね。そしたら W 社倒産しちゃうよ。今すぐ入る。どうかあなたの本が見つかりますように。この本が解き放たれたら W 社もロボトミーのように崩れるかもしれないわね。それでも崩れる様子は違うでしょうけど。今さら聞くけどさ、君がロボトミーコーポレーションで繰り返してたってその計画なんだけど、その中で L 社が崩れたのも計画の一部だったのか。似たようなものよ。 L 社を捧げて得た悟りを都市の人々に分け与えるというものだったわ。何はともあれ、L 社の頭おかしい自爆計画は成功したってわけか。いいえ、計画はものの見事に失敗したわ。私が台無しにしたのよ。は？でも計画が成功してその結果白夜黒昼が。私がいつ成功したって言ったかしら。ただ終わったとしか言ってないわ。君が台無しにしたっていうのはどういう意味だ。私を勝手に作って期待外れって分かった瞬間否定されたって言ったわよね。そんな扱いを受けながら地下で与えられた台本を唱える百万年の枷に私をつないだ。ささやかな復讐であり私に対する小さな贈り物でもあったわ。どうしても計画が成功するのを両目を開けて見ていられなかったのよ。じゃあねじれは本来起こらなかったかもしれないってことなのか。そうかもね。都市で私がそんな事情にまで気を使う必要はないでしょ。言う通りだ。みんなウキウキするあまり焦って片付けたりしないでね。俺の友達が泣き疲れて気絶しそうだよ。セルマ、セルマ、かわいそうな友達。それでもそんな大げさに痛がるなよ。まだまともに楽しめてすらいないからね。この辛い煙のおかげで痛みや草原感じらんはずやけどな。ワンさんこいつほんなこつ怖がりやね。そうやね。まだ1347枚しか剥がせとらんとに。どれどれ、青い兄貴がどんくらい剥がせっちよったっけ。友達とはいえ約束を破ったセルマの罪は重いし、1万枚くらいにしておこうかな。わかりました、任せとってくださいよ。おいミさん、こいつ剥がしたのば全部食って道元すっとんよ。わいは耳聞けなくなるじゃん。どうせ食んなべさ。さあさあ、たくさん残っとるけん心配しなさんなって。口がそんな偉いあるわけじゃなかろ。俺がうまく切り分けんとな。セルマ、そんな顔するなよ。知ってるだろ、俺たちがやっていた取引を精一杯うまく処理してたのに最後にしくじっちゃダメだろ。おいあんちゃん、これなんか喋りてみて。どうす、口稼い取ってけるが。うん、解いて。青い残響、この狂った野郎が。ふざけるな、そもそも不可能だったじゃないか。はあ、南部支部の二課だけ利用したのはセルマの選択だったよね。一課を利用してもよかっただろう。自分の席を守るためにニカを処理しようと頭を絞ったせいで結局俺との約束を守れなかったんだ。お前がニカを利用しろって言ったんだろう。俺は絶対にニカを利用しろとは言ってないよ。リストに書いたことだけを期限内に処理してくれって言っただけじゃないか。君は同意したし。卑劣な野郎が。
支部長の俺を殺せば南部一家と教会本部はもちろん、花もじっとしていないだろう。だからお願いだ、もう一度だけ機会をくれ。セルマ、最後まで約束を守れなくてごめんって言ってくれないんだね。本当心苦しいよ。あと俺の心配ならしなくてもいいよ。ここがどこだって言ったっけ。みんな裏路地ですよ。その23区やったっけ。はぁ、この兄貴は今が夜っちこともわからんみたいやんね。ああ、当たり前だべ。ちゃんと目ば隠してるんだはんで。そうそう、今裏路地の夜なのか。ああ、だから君がどこでどう死んだのか誰もわからないだろうな。ゆっくり都市から消えていくんだ。そうだろう。きっとそうでしょうね、アルガリア様。うん、それじゃあそのまま進めてくれ。みんな、ごめんなさい、申し訳ありません。申し訳ございません、約束を守れなくて申し訳ございません。青い兄貴、同言します。ここで終わるんだな、セルマ。はい、アルガリア様、全部俺のせいです。二度と私めの足りない脳みそなど絶対絞らず、これからは約束を守るようにします。はあ、セルマ、俺涙が出そうだよ。本当に俺に謝ったところで君が死なないわけがないじゃないか。足りない友達だってことは知ってたけど、ここまでだとは思わなかったよ。でも謝罪は受け入れてあげるよ。さあさあ、お口キューッと閉じとけよ。おい、このクソ野郎。そうしたに泣くなじゃん。おめもおらも笑って生きねばまいねよ。兄貴、次はどうすっと。処理が終わり次第図書館に行ってくれ。招待状はここに置いていくから、セルマはよろしく頼むよ。これでも長年の友達だったから。気にせんでちゃ、気をつけて。じゃあエイリン、他の友達に会いに行くか。はい、喜んで。前に見た歯車の教団の競争を完全に味方にしちまったな。あのイカレ野郎、フィクサーのくせにねじれに笑う顔たちまで手足として使うだなんて。特色はやっぱり強いんでしょうね。そうだな、一級フィクサーの中でも傑出したフィクサーだから。花教会で固有の色を付与されるんだ。色を付与されるって。指折りのフィクサーだって思えばいいよ。稼ぎもやばいしな。青い残響ってことは青を付与されたフィクサーなんでしょうね。ああ、赤い霧みたいに色を付与されたフィクサーのうちの一人だ。赤い霧と同じくらいに強いの。まあ強さだけを見るなら赤い霧の方が秀でてるだろうな。でもフィクサーの仕事ってのはいろんな分野があって、それと同じくらいにいろんな状況があるから簡単に判断することはできないな。赤い霧は一人で活動してたけど、青い残響は見ての通り都市悪夢級に該当する組織を従えているようにな。青い残響の本が必要なら手に入れることはできるかしら。どうにかして得ることはできるだろうな。あんな頭のおかしいやつは都市から消えるべきだし。うわー、ここも別世界だな。下に見るなじゃ、虎穴の中だば気ぃつけねばまいねべ。ふん、そろそろ館長のお出ましたいね。歓迎いたします、ゲストのお方。
会えて嬉しか。ここに友人っちゅうやつの本があるよな。そうですね。ほう、本なこつあるみたいやね。青い兄貴やべえな。ほんなこつそうやんね。全部兄貴の言う通りになったばい。どうかあなたの本が見つかりますように。青いイカレ野郎は何をそんな探し回ってるのか。心当たりでも。多すぎて逆に困るくらいだ。あのイカレた変態は想像以上のことを当たり前のようにやらかしてくれるからな。どうもララさん、指令です。ララへ、明日の正午までに針3本をリリーの誕生日ケーキに入れろ。もしかして明日が誕生日のお隣のリリーさんのことですか。僕もわかりません。あのおばさんが針を食べて怪我したらどうしましょう。そうならないかもしれないじゃないですか。リリーさんが運よく食べる前に気づくかもしれませんし、あるいはララさんがあらかじめ針が入ってるって教えてもいいんじゃないですか。あ、指令の内容を話してもいいんですか。指令にそんなことは書かれてないのできっと大丈夫ですよ。それでも変ですよ。何日もの間こんなわけのわからない指令ばかり。意味があるんですか。指令が遂行されなければ人差し指の保護を受けられません。家族もいるじゃないですか。どうか指令を遂行するよう願います。はい。どうもリ・ドッグさん、新しい指令です。何ですか。ここでまた何をやれって言うんですか。すみません、僕に言われても何もしてあげられないんです。さあ深呼吸して指令を読んでみてください。リ・ドッグへ。3回目に会った人とじゃんけんをして必ずグーを出し、勝った場合はその人の髪の毛を59本抜いて。スチロールだけを食べて育った。ミルワームを加えたシーフードクリームパスタソースを3回かけてフォークで食べる。頭湧いてんのか。こんなのを食えって。そうじゃなくても1週間前に下水道の水でリゾットを作ってお隣の民事にプレゼントしたじゃんか。俺のこと信じて食べたせいで救急室に運ばれたんだぞ。クソくらいだ。ごめんなさい、僕はただ指令を伝えるだけですので。お願いだ、金ならいくらでも払うから。あるいは一回だけでも他の指令に変えてくれ。僕も気持ちとしてはそうしたいですけど、僕には権限がないんです。誰もが指令の前で試されるんです。必ず打ち勝てるように祈ってます。ヤンデンデ、久しぶり。こんにちは、グローリア代行者。グローリアもここのラマカスさんに用事があっていらっしゃったんですか。うん、そう、指令を受けてね。あのラマカスさん、中にいらっしゃいますか。ことづてがあるんです。ダメそうね、私に任せて。おー、ここにいるね。お願いだ、どうか。本当に小さな問題だったのに。もしかして指令を遂行しなかったんですか。うん、ラマカスさんの前頭葉を潰せって私に指令が来たの。代行者に指令が来るってことは誰かの指令が遂行されなかったということです。ラマカスさん、ふざけたことを言うな。あなたの描いた絵を殺せ。なんだよこの指令は。俺は
人生の全てだった絵を全部黒く塗りつぶして、ナイフで刺して引き裂いて、いろんな方法で死人の絵も描いて、何でもやったんだ。うん、簡単でしょ。誰でもいいから一人捕まえて描いた後にその人を殺せばいいんじゃないの。これは俺のせいじゃないだろう。曖昧に書かれてるし、司令のせいだ。あなたの頭が悪いのを司令のせいにしちゃダメでしょう。このクソ野郎が、俺は生きるために何でもやってきたんだ。リーマンってやつに数字を伝えて、ユニコーンの人形を公園に移して、ヘインってやつが白い壁を緑色に見れる方法も見つけたんだ。今まで本当にうまくやってきたのに。今回もうまくやるべきだったでしょ。あなたの努力は十分伝わりました。でも私たちに指令が下された以上、私たちも指令に従う必要があるのよ。ごめんなさい。うわー、どうもジョンさん、指令です。ジョンへ、明日3時38分にどこでもいいからサンサロで東を見つめて手を7回触れ。本当にこんな簡単なタスクをこなせば保護してもらえるんですか。他の組織みたいにお金も受け取らずにですか。はい、そうなんです。指令さえ条件に合わせて遂行すればいいんです。わかりました。人差し指は本当に最高ですね。他のところみたいに無理な対価を要求するわけでもないですし。もう一度考えてはみませんか。この年にただなんてないですよ。たまに来る指令さえ従えばいいっておっしゃったじゃないですか。巣は一夜にして滅んで、居住区域には危ない奴らがほっつき回ってるし、他の組織は途方もないくらいのお金や契約書を要求してきますし、私の家族を守ってくれるのは人差し指しかいないんです。はい、そうでしょうね。指令を守るのなら安全ですよ、多分。どうも代行者の皆さん、新しい指令が下されました。新しい指令か。最近超指令受けてる気がする。指令ってそんなもんですよ。あと、いつから指令の数を気にし始めたんですか。指令に疑問はないけど、このままじゃ親指とか掃除屋とかと血を結構流すことになりそうだけどね。私はもう流す血もないけどね。司令が戦争を望むのなら俺たちは戦争をしないと。俺たちは司令の意思を代行するだけだからな。優先的に受け取った司令から遂行する。代行者たちは各組の遂行者たちにヤンデン令の司令を伝達するように。それにしても司令には何て書かれていますか。それがね、私はこのエル社の巣で37歳の人の脊椎を抜き取ってこいって。全ての37歳をですか。さあ、曖昧な指令の解釈はエスター代行者の仕事だし、範囲は全ての人を対象とする。37歳を一人残らず見つけ出して脊椎を抜き取ってくるように。俺たちの組は今日14番目に出会う人の左足と26番目に出会う人の右足を入れ替えなければならない。むしろヤン、あなたが持ってきた指令が簡潔すぎて妙なのよね。親指を殺せ、期限は無制限。解釈の余地もないな。遂行者たちは指令通り図書館に送ることにしよう。結局人差し指が来るには来るんだな。指令というものは曖昧なせいで誰かの解釈が必要なようね。指令ってのを直接見たことがないから何がどう書かれているのか見当もつかないな。誰が指令を下してるのかも分かんないし、どこから来るかも分からない指令に従いながら
大きな組織を維持するなんてありえないわ。それが怖いんだ。無作為に下されているように見える指令が確かな結果を出してるからな。そんな指令を誰が出しているのかわからないって？少なくとも俺は指令の大元を知っている人を見たことはないな。すでに人差し指の指令は都市の星になって久しいし。信じられないわね。ザレごとに猛獣するだなんて。みんな同じだよ。あいつらの言うように、みんなどこかで与えられた人生の目的に従って盲目的に遂行するだけだ。むしろ目的もなく都市をさまよってる人たちは指令でもつかみたいだろうな。自分の命を捧げろって言われても？親指と戦争を覚悟してるのを見る限り、命が惜しそうなやつではないだろうな。翼でもない。せいぜい組織同士の争いを戦争と言えるかはわからないわね。おいおい、君はあいつらの規模を知らないからそんなこと言えるんだよ。それぞれの指が抱える数百以上の参加組織が全てぶつかる瞬間、翼戦争に匹敵する被害と爪痕が残るんだ。しばらくはあのイカレ野郎どものせいで外と図書館が騒がしいことになるだろうな。